ただいまから電話でお金詐欺被害未然防止功労によります高森警察署長感謝状の贈呈式を行います。今回感謝状を贈呈させていただきますローソン阿蘇高森店様におかれましては、本年2月11日高額の電子マネーカードを購入しようとした高齢女性に対する適切な声かけにより被害を未然に防いでいただきました。それでは感謝状の贈呈をお願いします。感謝状ローソン熊本高森店様、起点は令和6年2月適切な声かけや速やかな警察への通報により高齢者を対象とした電話でお金詐欺の被害を未然に防止されました。その功労をたたえ、ここに感謝の意を表します。令和6年3月12日高森警察署長警視村田です。お世話になりました。ありがとうございます。市長の委員です、はい、ありがとうございました。夜の4時間ぐらい。時間では何時ぐらいですか、今回は。今回はですね、ちょっと5時とか6時ぐらい。あ、はい、日曜日だけは、向こうが休みだけ、はい、長く。本当感謝ですね。このキャンペーンを始めている最中で、そのおかげだろうと思いながらですね。また引き続きあの力を入れてですね、キャンペーンどんどんやってますんで、他の従業員の皆さんと意識を共にしていただいて、ぜひよろしくお願いします。当時の状況が、まあ、ちょうど5時とか6時とかで、よく買い物に行かれるお客様が多い時間帯に、そのお客様ご来店いただいて、こちらの、まあ、iTunes カードだったんですけども、それを買いたいと言われたので、おいくら分買われますかとお尋ねしたところ、まあ、30万円というかなり高額な金額になってましたので、まあ、これもしかしたらちょっと詐欺の可能性もあると思って、まずお客様にいくつかご質問をして、まず何に使われますかと聞いた時には、プレゼントにしますので、それを買いたいと言われたので、まあ、プレゼントですね、じゃあご家族の方は知ってらっしゃいますかと質問したら、知ってますと、はい、あ、そうですか、知ってますか、ちなみにですけど今詐欺がとても流行っています、まあ、懸賞詐欺、懸賞当たりました、このカードを買って後ろの番号を送ってもらうと懸賞が家に届きますだったり、もしくは裁判所からお客様裁判で今問われています、うん、すぐこのお金を何時までに振り込んでくださいっていう詐欺が流行ってますけど違いますかとお尋ねした時には、お客様がいやそういうのじゃないよって言われたんですけど、ちょっと顔が曇ってたので、本当に家族の方知ってますか、詐欺じゃありませんかと尋ねたところ、いや実は裁判所から何時までに振り込んでほしいという電話がありましたと言われたので、ちょっと待ってくださいと、裁判所からそういうふうにお電話することはないとは思います、一度ちょっと心配なので警察の方にお話しいただけませんかということで、警察の方を、ね、お電話させていただいて、ちょっと購入を待っていただいた感じになります。やはり自分も祖母や祖父がいますので、まあ、自分の祖父祖母がこのような詐欺に引っかかってしまったらと思うと、とてもやっぱ心が苦しくなるので、まあ、そういう面で冷静にすぐ対応できたのは自分でも良かったなと思っております。もともと警察の方から、まあ、こういう詐欺が今流行ってますっていうのはよく聞いていましたので、もしかするとどれか今までの前例がある詐欺をお客様に伝えたらどれか一つでも当てはまるんじゃないかと思って、とりあえず手当たり次第にお客様にお伝えしたところになります。なるほど。高森警察 TV をご覧の皆さん、こんにちは。私は高森警察署の池田と申します。本日は今巷で話題の電話でお金詐欺についてお話しします。昨年の熊本県の電話でお金詐欺の被害件数は104件で、
被害総額が約2億7700万となり、いまだに高水準を推移しております。また、高森町でも電話でお金詐欺被害が実際に発生している状況であり、怪しい電話がかかってきたなど、相談も多くなされている状況です。県内の現在の電話でお金詐欺でよく使われる手法として、警察官を装った詐欺電話、NTT ファイナンスを装った詐欺電話、国際電話からの詐欺電話などが挙げられます。警察官を装った詐欺電話としては、実際に警察官を装った者が自宅まで来て、キャッシュカードを騙し取るという手法になります。警察官が自宅を訪問して、キャッシュカードなどを受け取りに行くことは絶対にありません。また、NTT ファイナンスを装った電話としては、NTT と実際に存在する会社名を出し、電話を受けた方が安心してしまい、その後、身に覚えのない料金を請求されるという手法になります。また、その電話で、裁判になるや法的手段を取るなどと電話を受けられた方が不安になるようなことを言っていきます。そのような電話がかかってきても、慌てることなく家族や友人、警察に相談するようにしてください。国際電話からの詐欺電話は、プラスから始まる番号からかかってきます。プラスから始まる番号は基本海外からの番号になります。外国に知り合い等がいなければ、イルスにするか電話に出ることなく切ってください。熊本県各地では電話でお金詐欺被害防止対策としてさまざまな施策を実施している状況です。高森警察署では昨年、高森地区防犯協会連合会、高森高校漫画学科、高森警察署と連携して、マグネットシートを作成しました。こちらがそのマグネットシートになります。作成したマグネットシートについては、高森警察署管内の事業所や団体、高齢者の方などに配布し、地域一体となって防犯活動を実施しています。電話でお金の話が出たら詐欺です。少しでも怪しいなと感じたときは、家族や友人、警察に相談してください。地域一体となって詐欺被害に遭わないようにしましょう。これで終わります。